サンラジ TV、今回はですね、茅ヶ崎の、及川さんに、来ましてですね、ここから中継しようという感じなんですが、ちょっと見てください。こんな雰囲気のところで今やっております。こんな感じでなんかですね、非常にこうローカルなロコな感じが満喫しておりますけれども、結構もうすでに酔っ払っておりますが、ここですね、このお店のですね、大将をですね、紹介しようと思います。お忙しいところすいませんが、よろしいでしょうか。大将、大将、大将ですね、インタビューをですね、これ入ってですね、カウンターに入っていって行ってしまいますけども、はい。すいませんね、お仕事中。ということでですね、大将はじめまして。あ、どうもはじめまして、どうも。あの、まずお名前、あ、すいません、あ、重たく入ってます。大将、あ、ポンポンポン。盛り上がっております。よろしくお願いします。すいません、お騒がせします。芝です。 あの芝と申します。今日はよろしくお願いします。あの、はい、及川です。及川さん、あ、及川さんなんですか。及川さんって、店では、あ、こっち来てってこっち来てってここでいいですか。いろいろね、はいはい、及川さんじゃなくて及川さん。そうですね、千葉で及川っていう苗字なんですけど、こっち来てなんつうんですかね、市役所の登録が結構及川ってあれで及川にしちゃったんです。じゃあ本当は及川、はい、なるほど。そんなわけでですね、見てもらって分かるように、僕もあの初めて来たんですけど、この間実はなぜここになったかというと、あのエリさんがあの PJ とここに来て、それであのぜひここでなんかやりたいみたいな雰囲気になってですね、やったんですけど、これレゲエ、え、焼き鳥ですか、これ。そうですね、レゲエ焼き鳥です。はい、どうしてこのレゲエな焼き鳥な感じに。自分がやっぱりレゲエが好きで、こう初め普通に BGM で流してたんですけども、だんだんエキサイトしてきちゃって、ライブとか、こういう形になってきちゃったんですね。あと周りの仲間もそういう人が多く前にいらっしゃる、皆さんこの辺のお客さんもレゲエが大好きな感じの、レゲエミュージシャンが、こちら2人いるんですよね。いかついのがもうね、ちっとも女の子いないですけど。そうですね、今日たまたまあの西浜の海でバーベキューやってて、その帰りに、寄ってきて、すごいところに来て、かなり今日は濃いですね。じゃあ濃いですね、偶然ですね。あの僕もそう聞いて、あそこにね、あのちゃんとターンテーブルもあったりなんかして、あの結構茅ヶ崎の駅から歩いてきますけども、ここかなり濃いところですよね。なかなか、だからそういうレゲエの好きなお客さんがいっぱい集まっていらっしゃる。そうですね、まあでも近所の人がやっぱりおじさんもおばさんもサーファーもレゲエ好きな方も結構いらっしゃる、このお店のおすすめのものとはどんな感じですか。やっぱり手作りのつくねと、そうですね、それとまあタレですね。はい、こんな秘伝のタレなんですか。秘伝のタレです、はい、自分で作りながら、あの結構ね、いろんな、あの後でちょっとゆっくりいただきたいと思うんですけども、あのせっかく来たんなので、何でしたっけ、つくねを、つくねとちょっと、あのじゃあエリさんも今入ったばっかりなんで、多分お腹空いてるのもんで、ちょっとあの一つ、あの、あの持ってもらって、はい、でゆっくり今日楽しませてもらいますんで、はい、よろしくお願いします。ということで、あの皆さんもよろしくお願いします。つくね、つくねといえば及川ということでですね、ですね、茅ヶ崎のかなりですねドープなところへやってきましたけれども、ですね、これはねかなりドープな場所ですね。ありました。さあ、ということで、エリさん、じゃあ奥の方へ、ちょっと。という感じでですね、あの始まりましたサンラジ TV でございますけれども、あ、これマイクこっち行く。はい。いきなり突撃レポート的に、あ、こっちもうマイクこっち行く。あ、すごい、なんかすごい注目されてるんだけど。すごい注目。ポン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 ポ
ンパラメナしゃべらなくちゃいけない、ね、しゃべらなくちゃいけないということで、エリさん、はい、お疲れ様です。とりあえずお疲れ様でーす。およかさん、ちょっと一杯ください。およかさん、何を見たけ、見たけ一杯入れとく。弱そう、弱い感じで。弱い感じ、弱い。見たけじゃないの。何見たけって。見たけあろ。そんな、よくわかんないの。いいよ、こういうのでいいよ、こういうのじゃあ、レモンサワー、レモンサワーをください。レモンサワーを一つということですね。もう向こうでも完全大合唱しておりますけれどもですね。いや、いきなりテンションが高いね。あ、ソーシャルストリーム、そっちで。はい、わかりました。ですね、自転車で、自転車、ママチャリでね、うん、DJ フェザー君と今日、プリプロしていて、うん、サンセットラウンジ用とフェンサー君のソロ用なんだけども、うん、その曲を作りを一緒にしてて、あ、こっちじゃ、ごめん、先こっちで、こっちでね、はい、これ持ってなくていいのね。もうちょい近づけた方がいい方がいくね。はい、もともと声でかい人ですけど、まあね、それでですね、フェンサー君と一緒にね、友達と3人で、うん、もう曲作ってた、ママチャリでバーッ。あれ、その前まで曲を作ってた、曲を作ってたっていうか、プリも作ってたので、プリプロの段階だけども、はい、来た、来た、よし、みんな乾杯、乾杯。ごめんな、どうも PJ と、どうもすいません。イエーイ、おー、オッケーオッケー。さあ、こんな感じでグダグダいきましょう。グダグダね、なんか酔ってないのに、もうすでに、いや、もうね、実は酔ってます。飲んでんの？ですね、ベンサー君にビール半分もらって、うん、ね、お友達にまたカルピスサワーとか持ってきちゃって、もらっちゃって、ああ、じゃあいい感じのね、ちょうどもうフェンサーもう飲ませてんのね。飲んでもらって、あ、もう十分飲んでる。あ、そう、フェンサーくんち の、 屋上とかすごよくって、ああ、そこでね、なんかセレブな感じなの、あいつんちは。セレブ、まあセレブじゃないって言ってます。じゃないの、うん。で、さっきまで曲を作ってたのは、うん、その今回の、サンラジオの、サンラジオにちょっと考えて、うん、でもね、結構小町ちゃんもみんな同じこと考えてて、うん、柴さんのために。何ですかそれ。私もそれを泣くよ。で、それで私もそうやってアレンジを考えちゃって、うん、そしたらみんな同じこと考えてて、やっべ、変えなくちゃみたいな。いや、いいじゃん、どんなこと考えてるそれ。いや、ネタバレになっちゃうから言えない。あ、そうなの。そうそう、ちょっと待って待って待って、何その同じことっていうのは。まあ、だから今回ね、かける曲をこう入れちゃうみたいな、うん、カバーしちゃうみたいなのを、私もその曲の途中に、あ、ちょうどコードが合うって思ってやっちゃった。全く同じこと考えてる、はい。フェンサーお疲れ。フェンサーくん、ね、サバーバンのね、フェンサーくん。で、今回はその、まあ、サンラジのために、あのフェンサー、まあ、元々は去年の9月にね、うん、あのフェンサーが、バードンさんが来た時に、フリさん、まあ、あの時はフリさんだったんだけど、フリさんに来てもらって、うん、でその時に、まあ、会場で、あの小松ちゃんと会って、で小松ちゃんと、まあ、そこでたまたまね、何年ぶりだっけ、メジャー行く前、2年半前ぐらい、だからメジャーに行く前の小松ちゃんを知ってたんだけど、で、まあ、メジャー辞めたところ、まだね、ちょうど辞めたところで、そのまあ、フリさんでたまたま会って、それでなんかね、ここでやりたいねみたいな話の流れから、ついに実現し、さらにエリさんがそこに参加し、そう、そういう意味では、まあ実際にね、フリさんでしか見られないぐらいの勢いの、ね、そう、今回の、まあ、フリさんの中でなんかめちゃくちゃ楽しいっすよ。あ、そう、うん、どんなんでさ、うん、私超嬉しくって、そのママチャリで行ける範囲って嬉しくない？ねえ、そのメンバーっていうかさ、メンバーみんな遠いじゃない。だから、PJ とやった時、やる時だって PJ はいつも吉祥寺だし、今沖縄だし、もっと遠いじゃん。だから近くにこうやって一
緒にやる人がいるって結構めちゃくちゃ嬉しいというか、いつも私一人で遠い感じだから。あ、じゃあもちゃローカルな流れで、ローカルな、いやでもそれ大事だよね。ローカルもいいところ ローカルすぎちゃって、で今度そのレコーディングやるところがあのほらストーンドロッカーのヒロくん、そうっすね、ストーンドロッカーヒロくんがやってるスタジオなんだ、じゃあマイク持ってよフェンさん、はい、はい、ねえ、ヒロくんの作ったスタジオでやるんだよねらしいっす ね、 ねえ、うん、だからうわやべよ、そうまたそこもつながってて、そのまあ、スタジオ、まあ、近くに R サーフってスタジオがあるんですけど、うん、そこの R サーフの大ちゃんが、あ、つくねが来た、あ、ちょっとごめんね、え、違うの、なんで君はそこで持ってるの、あ、じゃあつくねお待たせください、あ、つくね名物のつくねですね、これが、はい、ありがとうございます、つくね食いながら、はい、じゃあどうぞ、そう、まあ、そのこの辺で、まあ、すごい近場でそのスタジオどっかないのっていう話を言ったら、なんかすごい近くにその自分の先輩でなんかそのヒロさんっていう人がいるから、うん、その人がそのスタジオを作ったからそこつなげたいねっていう話 で先々週ちょっとそこに行ってきたら、あの初めて会って、なんかすごいアットホームなスタジオで、そのヒロさんっていう人が、あの私が去年のアーソフェスで、アソのフェスがあって、その時に私は PJ と一緒で、で確かリオザスカイウォーカー君とか田和田恵美ちゃん、あと誰だっけな、マーレーズかな、ちょっとマーレーズもここら辺じゃない、マーレーズは大磯、大磯か、大磯ぐらいで、みんななんかあとムーミン君とかこっちじゃないのかな、みんななんかちょうどやばいエルシャ近いじゃないですかみたいな話で、でも結構なかなかそうやってそういうフェスであってもやるね、なかなかさ個人的に会うなんてのは、で私遊ばない人でしょ、遊んでんじゃん結構、今年の夏遊んでませんよ、遊んでない、なんか全然遊んでない、俺大体行くとこいるじゃないか、この間材木座もいたし、材木座はだって来いって言ったじゃん、歌えって言ったじゃないか、そうやろうです、何言ってんのよ、でそれでそうそういう感じでつながってて、で PJ とのつながりでアキラちゃんっていうのがいるんだけど、アキラちゃんはあの実はあのジョイさんとも つながってて、みんななんか結構みんな超つながってて、で PJ はこの店をよく知っていて、そうなんだ、すごいいいお店があるんだよ、いやでもさ、この間さ翔さんで鎌倉でライブやったでしょ PJ、 その時にここまで来たの、ここ来た、それで、あでも車で来たんで、あそうなんだ、うん、その流れで今私たちはここに、そうです ね、 ここ初めて来たの、その時初めて来ました、なるほどね、っていうですね、非常にこう地元な、そう超地元な、ノリがね、え何の日なに、カンペあった方がいいね、え目線ここ、あ目線ここ、そう目線がね、すいませんディレクターがね、目線ここっていう、はい、あの指示があって、ここね、ここね、ほんとね、慣れてないしょうがない、慣れてないんだけど、誰かみんなツイートして、今ね、ツイートしてあっちのね、TL がね、ギビさんとか見ててくれてるよ、つくねお待たせしました、な結構ね、ちょっとつくねをどうぞ、ここのね、エリさん食べた、つくね、いいの、そこれは誰ですか、食番組だと、しげさん、つくね日本塩で言いたくなっちゃうなって、結構ね、リツイートがね、地元の、気持ちいいね、みんなリツイートしてるけど、このグダグダ番組も見てるかな、ね、あ、うまくつくねがつくねアップみたいなね、つくねアップね、すいません、ビールはでもなんか無事ついてよかったですよ、よかったね、いや絶対一人じゃ来れないでしょ、絶対無理、一人じゃ絶対なんかものすごい心配したよ私、あの子供の頃からのことを思い出して、自転車こぐ感じかしらいろんなことを思い出して、それぐらい暗くなりそうな道でした、すごいね心配な、でもねフェンサー君たち来たから、
なんかこう小学生の気分で来れた。すごいレードバックしてるわけ、ね、少年満喫してるでしょ最近。やっぱこのさつながりがあって、うん、でも湘南満喫をしてないなんかローコの、うん、でもねそういう誘いがない限りはあのどこも行かないんで。誘いがあるから行くんだけど、まあ、大体なんかするとさ Facebook でも Twitter でもなんかするとすぐ帰ってくるからね。大抵いるよね。大抵いる。私はネット上にいます、ね、めちゃくちゃオタク女子だから。あ、すいません全然、まあ、あの、ね、表行って遊ばない人なんで、まあ、とりあえず飲みましょうよ。はいはいはい、どうぞです、ね、ということで、はい、ちょっとここら辺はね、あとあと宣伝をしないでください。はい、難しい。はい、はい、ということでですね、9月23日もう来週、もう来週ぐらいな感じですね。そうっすね。サンセットラウンジ今年最後のやつをやります。でそこに、まあ、今日来てくれてるフェンサー君だったりとか、それからコマちゃんとかヘリさんももちろんです。それからスペシャルゲストですね、ここ入ってないんだけどジョイさんも、そう、出ることになって、ジョイさんもねやっぱりすごい、エリさんとやりたがってたと。でも私あのバックコーラス分かんないので、まあまあね、結構て、まあ、無理かもしれないけど、まあまあまあ、でもエリさんの曲で後ろでやるって。え、なんだっけ、この間やったやつ、やったやつ、本当裏でやる。まあなんかいい感じで、みんながちょっとセッション的になるのかもしれないですね。そう、フェザー君のつながりで、つながりでコマちゃん、はい、予約受付中なんでぜひ、そう、来て予約してくださいねって感じ、ね、予約してください、はい、でも今回はね、どっちかというとやっぱりここで富士山でつながったいろんな人たちと一緒になんかいろいろコラボできたらなっていうことなん で、うん、でさらに、まあね、フェンさんのつながりでアフラ君も来るし、来てくれるし、であれフェンサーさ、ちょっと急に振ったけど、フェンサーさ、アフラとはさどういうつながりだったの？アフラは僕同い年なんですけど、1998年ぐらいですね、に大阪のネオっていうところで、僕がスクラッチのショーで出てて、で彼がビートボックスのショーで出てて、で、まあ、僕もそのビートボックスを日本人で初めて見て、で、まあ、彼もスクラッチを最初に、まあ、初めて見て、まあ、そこで盛り上がって、まあ、でまあ、彼がニューヨーク行く前で、まあ、そこで、まあ、意気投合して、まあ、ちょっと俺ら頑張っていこうぜみたいな、彼も、まあ、ニューヨークちょっと一発勝負しに行ってくるわみたいな、ね、そういう歴史があって。そうですね。そしてフェンサーが、まあ、湘南に来て、でコマちゃんと会って、さらにエリさんと会って、そうですね、再会です、ね、それでじゃあここにアフラ登場という。そうですね。アフラがやっぱり来ることでまたやっぱそういうね、いろんな深まるっていうか、いろんなね、そうなんですよ、もう湘南のパワーがこう。しかもアフラとコマちゃんは僕関係なくつながってて、まあ、曲一緒にやってたりとかなんかしてるところも熱いなっていう。なんかやってた、うん、ねえ、みんなつながってんだね。でそういうなんか、まあ、フリさんが一つのきっかけになってつながった人たちと一緒にやりたいなっていうのが、まあ、一つ今回のテーマであるということなんで、まあ、それが実現するだけでもすごい僕としては嬉しい。いやでもね、私こうなんか自分からコラボしましょうよとかっていうのは一切言ったことない人なの今まで。相手から言ってこない限りは基本恋愛もそうなんだけど、相手から好きだって言われない限りは何にも感じないんで。でもさ、すごいイメージとしては、うん、すごいなんかアグレッシブじゃない、やっぱり表現者としては。でも実のところはすごいオタクだし、実は何、こう実は自分的には内向的な、うん、内向的、いや人見知りもしないから全然コミュニケーションに困ることはないけど、もともとが引き算なの、うん、性格的に、うん、無駄にお金使うのも嫌いだし、うん、安いものでちょうどいいので、うん、あんまり何かこう人に何か声かけるのも結構こう大変じゃない、うん、気使うの、
気使うし、別に私なんかってやりたくないよねっていう考えがもともとあって、で向こうからあのラブコールがない限りはやらんないですね。私から言ったことはほとんどないですね。あの PJ の時も一緒にやろうよって言われたから、ああいいよって、僕もやろうよって言ったっけ。そうそうそう。あ、そう、うん、でもなんか、でもなんか僕はなんかやってくれそうなオーラっていうか、あるよ、やりたいオーラっていうか、やりたいんだけど楽しもうよみたいなオーラがすごい感じる。すごいあるんだけど、そんな自分からはあんま思わない。うん、言われたから、ああじゃあ私にニーズがあるならいいですよって。いやもう全然ニーズあるでしょもうね、エリさんね、やっぱね、僕本当にね、いろんな、まあそれなりにね、パフォーマンス見てきたけども、あんだけやっぱり自分音楽っていう表現がすごい素直な人ってなかなか見ないんだよね。でもなんか意外と私みたいなタイプのミュージシャンいるんじゃないかな。そうやってあの他から見ると非常にもったいなくないかなと。でも本人があんまり欲がないタイプって、あの別にこれでもう自分で満足しちゃう人っているんじゃないかな。そういう人って外からつっついてあげない限りは何にもなんないって。やっぱりさ、プロデューサーみたいな、ね、こともやってるとすると、すごいもったいないなと思って。自分自身もそのプロデュースみたいな力があったりするんで、そこで結構難しさを相手側が感じちゃうと、なかなかできないな私も。なるほどね、なかなか難しいので、でもなんとなくそれでもぶつかりながらでも やれるんであれば、それでいいならっていう感じ。そこで私がもしかして途中でそこは違うのって言うかもしれないけど、一シンガーとしても思わないでミュージシャンだと思えばそれはありなんだけどさ、なんかどうもフューチャリングエリみたいに したい人の方が多いから、私それだとすごい仕事つまんなくなっちゃうんで、やんないんですよ。やったことは過去に何回かあるんだけど、やっぱり後で後悔しちゃうので、なんかやんなきゃよかったって思っちゃう。そのなんつうの、ちゃんと作品として昇華しないと、そこにはフューチャリングエリみたいにしてしまうと、もうすごいつまんないから。いやだって歌うまい子いっぱいいるんだし、若くて可愛く使えばいいじゃない、なんで私なのって。だから必ずそれ言うちゃいますね。コラボしたい人、そうそうそう。それっていうとさ、まあ、確かにラブタンっていう看板をね持ってた時ってさ、やっぱそういうものもあったし、まあ、ネームバリューなのか、もちろんその存在感とか表現力ってあったかもしれないけど、でも今さ、その音楽自体がすごい弱くなってるじゃない。弱くなってる、ね、でそんな中で音楽が弱い中で、やっぱりエリさんみたいな人がもっとやっぱり表現しててもらいたいな、伝える能力を持ってる人、うん、だってそれさ、こんな若い子でうまい子いくらでもいるかもしれないけど、僕も例えばトランペットやってるじゃない、うん、でさ、うまいプレイヤーなんていくらでもいるのよ、うん、でさ、例えば柴さんトランペットうまいですねって言われたら、ちょっと待ってと、うまいっていうのは違うんだよ僕にしてみれば、うん、うまい人はいくらでもいるの。俺はそれに比べると下手なんだけど、ただ好きっていう人はこれありがとうっていう、柴、うん、さんの音好きなのよ、うん、なんか変でもなんでも、うん、あのなんか音が好きだって言われたら、僕はなんかいい、ありがとうって思えるのね。そうだね。そうすると、今なんか音楽の力がすごく、まあ、商業的になりすぎちゃったことから尊厳があって、そこからすごく低迷してる中で、本当に音楽を伝えられる人がやっぱ舞台の上で表現するべきじゃないかなっていう意味では、やっぱり今回つながってった、うん、やっぱね、こまっちゃんもね、もうぶっちゃけさ、こまっちゃんってさ、あの要は J ラップの人で、うん、加藤ミリアとかね、そういう人とやってて、最初さ、そのどうかなと思ったのよ、フリさんって違うんじゃないって、うん、これ見てる人はなんで、じゃあその、まあ、アフラはまあ確かに、まあ、アンダーグラウンドのね、うん、あのビートボックスから始めた人はあるかもしれないけど、小町ってなんでって思うかもしれないけど、あの人のやっぱりあの性能だったりとか、あそうだね、やっぱりちゃんとさ、半原発の、うん、あんな思い切りのラップをやってくれたのは、ハートがすごい。それで私も、あなんだこの子言うじゃないって思って、それまでのそのまあメジャーもやめちゃったし、ああやっぱりそこに行くんだなって、そのちゃんと自分の意見が言いたいんだって。だってラッパーなんてさ、まあある意味音作りとか歌もあるけれども、一番言いたいことはメッセージだし、相手に何か伝えたいんだから、伝えたいこと伝えなくちゃ意味ないし、
だそういうのが本当に彼女と話したこと、そこまで話したことはないよけど、そうなんじゃないかなってね、うん、そうね、だから、うん、そういうやっぱり、まあ、ちゃんとそのハートを持って表現をしている人、自分のスタイルをちゃんと持ってる人っていうのが、まあ、今回のそのフリーダム三節じゃねえや、サンラジに集まってくれて、でそれぞれのそのなんていうかなスタイルで表現してくれるっていうのが、うん、僕はその、まあ、45になってさ、いろいろ音楽やってきて、でもメジャーっていう世界とは違うアンダーグラウンドでずっとやってきた中で、今僕ができることってそれはやりたいことの一つなので、うん、そういう形でね、あの今回のなんだかんだね、そんな商業用って言ったって、商業用で生きてる人たちなんてもう分かりやすくて AKB と EXILE とかそんなのでしょ、そういう世界でしょ。あとのものはそれでも音楽やりたいメジャーの人なんていっぱいいるんだから、もういいよ、もうそんなね、昔みたいな音楽バブルじゃないんだから、もうメジャー界の方もそういうこと分かりなさいよ、うん、でそんなこともう関係なしにやっちゃえばいいのよ、うん、本当はね、うん、その暑いね今日はね、ここね暑いよ、そうね暑いトークだ今日はね、多分ね音楽業界の人も聞いてもらいたいぐらいの暑いあの話になってるんだけど、TL は どんな感じですか、ちょっとじゃあその辺に TL は何か、はい、話は何か、なんか話が硬すぎるのかな、話が硬すぎるって、いやいやいや、私が言ってるだけ、話硬いんじゃないの、あみんなねこの話になるとちょっとついてこれなくなっちゃうから、そうね、ユミさんがね お友達です、ユミさん、どっち、増えてきてる、いやね見てもらいたいですよ、それでね、あの今回はね、あのわからない22さん、22、ちょっとね、みんなね私がフォローしてる方ではないですけど、うん、私もフォローしてる方がもし、それでね、あの今回のそのサンラジで、まあ、あの今回は9月なので、9月のサンラジっていうのはエノフェスっていう大きなフェスティバルの、まあ、一環になるんだけども、その中で、実は、まあ、なんかほら、まあ、復興ね、震災の復興っていうのって、うん、なかなかもう募金とかね、そういう感じじゃなくなって、うん、で実際例えば物資を送るとか言っても結構その布団が山積みになってたりとか、はいはいはい、余分なものがなっちゃってる、うんうん、何を僕らができるんだろうってみんな多分考えてる、でもだんだんさ薄れていっちゃうじゃない、うん、で僕らができることで何ができるかって思った時に、あの今回その積み木&モザイクプロジェクトというのを、ちょっと立ち上げました、でそれはですね、まああのこれはあの、これこういうね、積み木&モザイクプロジェクトっていうのなんですけど、はい、でこれはあのエノフェスにまず来てくださいと、であのこれからですね、まあ今週末からあのハワイアンから始まるんだけども、あのハワイアンから始まって11月までずっとエノフェスっていうのを、いろんな、まあ、ヨガがあり、まあ、フリさんが、あ、フリさんサンラジがあり、ハワイアンがありと、うん、いろんなイベントがこの目白押しで江ノ島でやってるんですけど、その中で会場に来てもらった人にまずこの積み木、これが積み木、これですね、これが、茅ヶ崎の、モザイク .com さんというところの、はい、があの廃材を使ってこの積み木を作ってる、うんうん、でまず会場に来るとこれが100円で売ってます、でこの積み木の100円の積み木をまず買ってもらいます、うん、で買ってでこれにあの絵を描いてもらうね、はいはいはい、で、まあ、メッセージスマイルのメッセージを描いてもらう、はい、でそれを今度は写真に撮ります、カシャって、はい、だからこんな感じで絵描きましたって言って、はい、でカシャッとかってカシャッとかって一人一人配置図みたいな、配置図みたいな、で撮りますね、これで撮りますと、はい、で撮ったやつがモザイクアートって言って、それを携帯でアップロードすると、ああの要はねこれなんですよ、なんか分かった、こうこれ、ドットのアートみたいに、そう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 、ちょっと黒っぽいやつは黒っぽいので集めてみたいな、うん、髪の毛にするみたいな、
で積み木ワークショップに参加すると1回100円でこの積み木を買いますと。そうするとこういう風にやって、でパソコンでアップロードします、携帯でもアップロードできますってやると、こうやってエノフェスマークのフォトモザイクが完成します。でこの写真が実は、東北のね、仙台の光のページェントという光のページェントっていうイベントに、送られますっていうですね。まあ言ってみれば、そのまあお金とかそういうことよりも、まずみんなでこのモザイク、あの積み木を書いて、それの100円を義援金として、その仙台のね光ページェントでやってたんだけど、それがもう震災で全部流れちゃったんだ、その光のあれが、イルミネーションが。でやっぱりその今さ、そのお金とかっていうよりも、やっぱりみんなアーティストとかもライブしたりとか、やっぱその精神的な部分のケアってのはすごい大事で、そういう意味ではその僕らができることで、お金じゃなくて何ができるって言ったら、そういうまあ仙台の光のイベントに僕らが何か協力をするとか、それからこうやってみんなで撮ったあの写真を、写メで撮ったものをその僕らの形として送るとか、そういうのをやろうというプロジェクトを立ち上げたので、ぜひあのエリさんも当日あの来たら、これにあの絵を描いてもらって参加していただきたいと。おお、なるほど。っていうね、だからいろいろ宣伝とかで、こういうこともやっぱりあの僕ら忘れちゃいけないので、なんか遊びに来て楽しいんだけど、そこでなんかなんていうのかな、こう僕らの気持ちをちょっと送れたらなみたいな。でこれ1個100円なので、ぜひあの作ってもらい、あの絵を描いてもらいなというのをやる予定ですので、こっちあのぜひあの積み木、積み木で、とりあえず積み木でシャメ取るみたいな、シャメ取る、それだけです。なので当日あの江ノ島に来てくれたら、それあのやってますので、ぜひ参加してください。はい、はい、ということでですね、いろいろ、まあ、とりあえず僕言いたいことは言ったんだけど、はいはい、あとなんだっけ、あと今どれぐらい、どんなぐらいもうやってるんですか、どのぐらい、何分ぐらい、え40分、まだ、あ、まだゆっくり、あ、ここから楽に、あ、ね、もう楽に行きましょう。そうだ、動画行かないといけないんだ、忘れてた。で今回あの出演する、アーティストをちょっと皆さんにご紹介したいなと思いますので、ね、まず どれから行こうかな。そんなにぶっちゃけクラブがないからね、そのイベントで、あ、そうそう、あのね、今回ね、じゃあまずね、ちょっと異色なところから紹介しちゃおうかと思いますけど、BMX ってわかる？エリさん、自転車の。それで、あの BMX のね、あの、まあ、要はライダーなんだけど、あのじゃあ BMX の人行きましょうか。佐久間くん、佐久間くんっていうのは実は、まずはじゃあこれじゃあ見てもらって、まず見てください BMX。 これはI'm gonna catch me in the air.
ということでですね、今見た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 何を今これモニター見てなかったでしょ。いや見てます。見てます。あのね、この人はあのたまたまつながりがある人で、あの実はねただのバイク乗りじゃなくて、あのシルクドソレイユに合格してんの、はい、チャリンコ乗りでシルクドソレイユ、いや多分いいと思う。佐久間君大丈夫だよね。あの自転車乗りでその唯一日本人でそのシルクドソレイユに合格してる人 で彼が、まあ、ちょっとつながりがあってなんかやりたいと。やっぱね本当ねすごいんですよ、もうパフォーマンスが。なので、まあ、結構楽しいかも。なんかそんな音楽付きでやるの、そう音楽付きであれをやるの、あれをやる、かっこいいっていうね、すごい。私そういうの見るの生で見るの初めてだし、そうでしょ、結構自分も楽しいかも、うん、なかなかね、見れる機会はないんで、しかも世界的な、レベルのパフォーマンスなんで、それが、まあ、見れるというだけでもすごい楽しみな、楽しみです、ね、ちょっと異色なんだけど、ね、異色ですね、はい、今までそういうのなかったでしょ。今まではね、サッカーのね、サッカーのフリースタイルの一人でこう、うん、とか友達そういうのがやったんだけど、ただあの風が強くて球があっちの方転がっちゃってたりとかしてちょっと、ね、大変だったんだけど、あそこ風強いもんというのがあったんですけどね。そう、皆さんもね、なんか風対策、風対策ね、ちょっとまあね、9月になって冷えてくるかもしれない、冷えてくるから、うん、まあ、あの位置っていうか標高高いところにあるでしょ。そうそう、標高そんな高い、そんな高くない。なんか私自力で登ろうとしたら途中で断念して泣きそうになってエスカレーターのことですって、エスカーって、うん、知ってた。うん、そうそう、私も初めてこの間知ったんだけど、まあ、あのエスカーはね、エスカーなんだけど、まあ、若干その涼しくなってくるから、ね、涼しいし、ね、6月やった時はちょっと寒かった、ね、寒かったね、かも結構露出度いつも高いからね、高いから、うん、露出度高いって、ね、うん、変態みたいじゃないですか。いやでもさ、いやつうかさ、だって履いてない時は履いて、私は今日チャリンコだしちゃんとパンツ履いて、いやだからちゃうのよ。あのさ、あのこの間のあのサンラジ TV かフリサン TV の時にリアルタイムでオンエアしてたでしょ、このね、うんうん、上沼ちゃんの皆さんが履いてましたよ、履いてたでしょ、うん、あのスカートさバッとめくめった瞬間にさ、ちょっと大丈夫かと思っちゃったのよ。だって生だからこうぼかしいね、あれね、下しっかり水着なんですよ。水着なの、そうだから別に見えても OK なものっていう。でもさ、じゃあさちょっと待って、あのさライブでさノーパンでやる時もあったの、あったっすね。それはあんな、なんかほら高い地ってわけじゃないから、うん、まあいいからって。あとたまにね、たまに履き忘れちゃうの。そうなんです。なんつうの、あのどうよそれ、しまった忘れちゃったみたいな。で普段はね履いてないんですよ。スースーするじゃない。あのね、私出かけるときってテンパっててあんまり外に出ないもんだから、うん、どうしましょう、もう遅刻みたいな感じでさ。じゃあ常に家では履いてないの。あ、そうなの。別にスタジオリハーサルでも履いてませんけど、つまりいつでも履いてないです。すごい盛り上がって、でも、ライブの時は一応まずいかなと思って履くんだけど、だから去年の HMV のファイナルとかその小町ちゃんと初めて会ったの、あれとか本当に履き忘れましたね。あ、そうなの、うん、でしまったって思ってツイッターで、私目悪いんですよ、いつも眼鏡かけてるんだけど、眼鏡忘れちゃったよってつぶやいて、はパンツ履いてないことも思い出して、パンツ忘れちゃったって、だからものすごい勢いでみんながマジっていう、エチャプインだファイナルでしょみたいな、でも相変わらずエリちゃんだねっていう感じで、本当にサザエさん的なボケですね、忘れちゃったっていう。
結構忘れちゃいますね。あーねー、で、まあ、だからあのでも気遣ってくれたんだよね結構、もちろんそうだよね。なんかさ、うん、やっぱそれはね、あの一瞬、え、何パンツ履き忘れたって言ったら、なんだそれ、みんなパンツの話だよ。ディレクターからパンツを履き忘れて、ノーパン。でもさ、ノーパンライブやるっていうね、期待してんじゃないのみんな。次のサンラジは履いてくるかみたいな。そう、まあね、あのでも、まあ、子供も見てるからね。そう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 、履きます、ね、あの子供の教育上は良くないから。まあでも別に、でもね、あの子供がいっぱいいるのに途中で下に水着を着てて、スティールパンってやってるバンドだったんで、サンバになったんで、ポーって脱いで、うん、脱いだの。そう、あのビキニで、うん、ライブやったことありますよ。ビキニだけどブラジャーつけてて下スプンプン。いや、つけてますよ。その上はつけて下忘れるって何。ちゃんとつけましたよ。で、あの、でも子供って逆にあの緩くてほっこりって嫌いなの。子供ってそうでしょ。なんか大人はすごい勘違いをするんだけど、みんなですごくわーいわーいってやってるのが子供の、あの喜ぶものだと思ってるけど、子供ってもっと独々しいものが大好きなの。確かにね。そうでしょ。いや、食べ物だって絶対オーガニックとかよりはコカ・コーラとマクドナルド好きに決まってんじゃん。それ言うとさ、そのまあね、この間さ僕もツイートしたんだけど、うん、あのなんかさ、名前にさん付けなんだって、小学校とかは。柴田さんとか吉田さんとかって言うらしいのよ。でさ、それってさ、僕ちっちゃい頃はさ、意外とさ、何、あの裕一郎とかさ、僕裕一郎、裕一郎とか、何ね、名前エリですよ。エリ、なんかディレクター前髪が、あ、すいません、細かいね、すいません、ディレクターの、ディレクターのね、なんかそのね、さん付けする教育とかさ、あとさ、運動会のさ、徒競走でさ、うん、なんか平均値で走らせるんだって知ってた？何平均値？つまり最初1回走らせて、うん、ね、それでじゃあ 10.1 と 10.15 と 10.22 とかっていうので一緒に走らせる。前はさ、ランダムに走らせじゃない？うんうん。だからものすごい速いやつとものすごい遅いやつが一緒に走るわけよ。あー、つまりこう似たような、そう、同じところだから大体こうやって、まあそんなに差がない、差がないメンバーを 1から5番目まで選ぶみたいな。そうそうそう、とかね、名前にさん付けってさ、会社じゃねえんだからみたいな。私なんかさ、それ思い出すとさ、急に話が変わるけど、はい、私ずっとスポーツ音痴で、はい、ずっとビリだったのよね。ビリだったの、うん、それはやっぱコンプレックスはあった。めちゃくちゃありましたよ。だからそれが大事なんだよ。俺それが大事だと言いたい。わかるわかる。つまり俺は、あ、ね、私は走るのがダメだと。だから音楽やろうとかさ、うんね、でもさ、なんかさ、みんな平均値でやるわけよ、みんなが。ああ、なるほどね、そういうことね。そうするとさ、うん、そういう人間しかさ、あ、今メニューが出てる。メニュー、トマト豚串。ちょ、なエリさんお腹いっぱいなの。でもさ、もうそうだからね、結構なんか、まあ、そういう教育って僕はパパにもなってないけど、ちょっと気になっていて、でさ、もう経済がさ、飽和状態になっちゃってさ、はいはい、ね、そんな中でその子供たちがね、もっと伸び伸びさ、なんかこう行った方がいいのに、大人の理屈でやるのがね、なんかね、つまんないなと思った瞬間があったっていうだけの話で。私昨日ちょうど、知ってるかな、西原理恵子さんの漫画で、毎日母さん、映画で知ってらっしゃる方多いんじゃないかな、キョンキョンがやったから。キョンキョンと永瀬さんって元夫婦で演じて結構言う、このやった映画で、それの原作が西原理恵子さん の毎日母さんなんだけど、すっごいいいよ。え、今の子供でもこんなバカでいいのみたいに思える。ちょっとほっとした。私もそういうね。じゃあ漫画なの？漫画で、自分の、あ、まあ、結構ものすごい漫画家で、うん、すごく泣けるものも描くんだけども、うん、基本ギャグ漫画なんで、大爆笑しちゃうんだけど、うん、で独々しいことも品のないこともめちゃくちゃ描く人なんだけど、最終的に描せるとこはそのすごい底辺に品がある人だなと思うような漫画家なんだけど、でそれの、あの自分に子供が2人いるので、うん、その
いかに日々がそんな子供たちがバカで、お母さんたちもしょうもなく、あのなんていうのかな、でもいいじゃないっていう、そんな苦労があって今の幸せがあんのよ、飲もうみたいな。すごいリアルなのね。リアルなの、いわゆる日常生活で。だからなんかその小泉京子さんとその永瀬さんってのは元夫婦でしょ。映画を見たの？見てないです。原作は面白いの？原作は もちろん全部読んでるんで、でそのそれを読んでるとちょっとホッとするんですよ。だってえ今の子供もやっぱりこんなバカで、いや子供は基本ね、基本バカなんで、そうそうそう、であこんなんでも別にお母さんたちはそれでこうその彼女は確か吉祥寺に住んでるんだけど、それをこうみんなで、なんかそれがすごく、もう一回言って、なな、西原、西原理恵子さんの、毎日母さん、毎日母さん、結構それまでのやつも僕ん家とかって結構な底辺の漫画描いて、すごい底辺の子供を描いた、あの日本のでも全部ギャグなんだけど、ものすごい過酷なことを笑かす人なんだよね。ねえ、そのね映画にもなってて、それは水木有沙さんが主演で、結構そういう感じで、あのなんとなくオリーブ少女的な、オリーブ少女って伝わらないかもしれないけど、オリーブ森ガールっていうか、そっち系統の綺麗な女優さんばっかり出る、みんなそこら辺が好きなんでしょうね、この原作なら出たいと思うような。だから今日小泉京子さんも多分原作に惚れて、じゃなきゃね、永瀬とね出ないもんね。あ、そう、永瀬さんはキョンキョンから言ったんですって。あ、そうなんだ。で、なんでかっていうと、西原さんも、本人も離婚をして、アル中なの旦那が、戦場カメラマンで。その人だ。その人はね。で、アル中でようやく精神病院から出てきたぞと、ね、家族も見守って、でも離婚してるのよ。離婚してるのにそこまで、面倒見るって言い方おかしいけど、一応ちゃんと、でお父さん帰ってきましたと。でもさ、それさ、まあそうなんだけどさ、そのエリさんってさ、なんかその僕はなんか母性を感じる部分があるわけ。私一番欠けてんのよ、それが。それが欠けてんの、だからそれを感じるのかな俺。一番欠けてるよね。超ない。ないよね。あの男の子をまず可愛い、男の人可愛いと思わないから。その戦場カメラマンの奥さんだったりとか、そういう世界ってさ、母性の世界じゃない。母性です ね、それがさ、エリさんないからさ、そこにやっぱりなんかこうリアルに感じるもの、私自身が多分その、まあ、親いなくて育てたりとかするんで、あのやっぱり あのお母さん欲しいとか未だに思いますね。やっぱりあのお父さんお母さんが揃ってて、全部ないから、そういうもの欲しいなって。なるほど。すごく思う人ですね。でも、まあ、叶わないものこそ思わないから。基本的に寂しがり屋ちゃんじゃない。寂しくはないですよ。で寂しいだって結構人周りに多いやん。そうね。だけどなんかね、まあ、感じちゃったで、じゃあ次ちょっと映像行こうかな。なんかね、だんだん話が酒の話になってきたね。すごい酒の話。じゃあ次ね、あのね、出演者の方でですね、次はね、全然サンラジの話でそうだね、順番通りはいかない。じゃあね、このビューティフォルを行きましょうか。はい。で、次の曲はですね、ジョイさん、ジョイさん、この間たまたま、まあ、あの材木座で、あのエリさん共演してもらって、でジョイさんもすごくエリさんとやりたいと言っていて、なんかねすごく熱いメールをいただいたんですよね。で私あのジョイさんってそのトラックコーディネーターかなんかで、歌は別に聞いたら女の人だと思っちゃうじゃん。まさか本人が歌ってると思わないからびっくりして、で、そうですね、そうそう、あの僕もね、そう最初聞いた時にあの女の人だと思って、でハウスで10年近く前に、ね、最初に聞いたのね、ジョイさんの曲、
でこれ女の人でハウスでこんな人新しいなすごいなと思ったの男の人で結構びっくりしたんだけど、でもあの人本当にねいい楽曲を作る人なんだし、うん、やっぱりすごいプロフェッショナルとして素晴らしい感性を持ってる人なん でそれで、まあ、今回またねあのサンラジになったところで、うん、あの出てもらうことになったの でそれゲストで1曲2曲しか歌ってもらえないんですけど、ジョイさんの曲をじゃあぜひ聴いてください、ね、ジョイさん、はい、How Beautiful、はい、How Beautiful
どうもサバーバンです。ちょっと待って、サバーバンの、フェンサー君、 DJ フェンサー君です。やー、ね、もうね、酔っちゃってるからね、ちょっと喫煙許して。私かなりのヘビースモーカーなんですよ。中村うさぎか、確か。ですね、隣の陣太って言います。隣の陣太くん、どうも。あー、どうも、焼き鳥、すいません。今、店員代行みたいな感じでですね、いろいろやってくれちゃってますよ。さっきまでフェンサーくん家でちょっと歌入れとかしてて、レコーディングじゃないけど、うん、その手前のプリプロっていうのをやって、もうバッチリいいの撮れました。もうね、なんか急なことだったでしょ。で、芝さんとやるやつもなんかちょっとブラジリアンハウス的な結構イケイケなやつをやったじゃない。あれも急に歌詞っていう感じで、でも私もそれだったら私曲作、メロディー作れるから、じゃあそれでちょっと作っちゃうっつって。それは今度の23日で披露するんですか、その芝さんとの、うん、でも順番が何番だかはさっぱりわかんない。って言ってましたよね、うん、いつっつって、いつ私いつ私いつ私いつもそこにいなきゃいけないじゃない。プラプラしてたいのよ。で、フェンサー君もこの間の、サンセットラウンジ TV の時に、そうですね、出させてもらって、そうで、もう急遽やっちゃいましょうみたいな。そうですね、番組内で決まりました。そうね、でそれで今日やってきたんですよ。ちなみにタイトルはね、ベイビーガールっていう、ベイビーガールっていうタイトルです。どういう、どういう感じの、なんかね、メンヘラ女子に捧ぐって感じですね。こうちょっとでも、歌詞的にはね、今持ってるけど、おっ、ちょっとプリントアウトしたんです。そう、今日朝9時ぐらいに、フェンサー君プリンター持ってるっつってコピーしといてねっつってはい出しといてっつってそうなんですよね。なんかこう、なんだろうな、こう自分こうすごく重い話になっちゃうかもしれないけど、うん、私自身がすごいこう精神障害者2級だったんですよ。で、14年前結構2級ってさ、なんか級あります、ね、誰が決める、障害者、やっぱ医者ですよね、うん、決めるの、お医者さんが決めるの、決めるんです、ね、カウンセリングをして、カウンセリングとか、うん、私もう7件ぐらい、うん、で、一番最初の病院ではもう、あなたはすごくひどいので、うん、そんなひどかった、僕の力に及ばないって言って、もっと専門家のとこに行きました。私もだってそんなのなったことないから、うん、よくわかんないじゃない、うん、どこ行っていいかわかんないから、うん、近所のなんかちょっと調べて、自分が精神病じゃないかっていうのは分かってたわけ。それもちょっと全然分かんない、うん、そんな心療内科っていう言葉も知らないし、うん、精神病院っていうとなんか格好の死の上でみたいな、うん、イメージしかないから、うん、でどうも自分は相当おかしいって、うん、どんどん分かってきて、うん、で相当なんだろうな、生活ができなくなるぐらい、うん、最終的にはもうこう本当に重いけど、天井から首を吊って、うん、発見されて、うん、息を吹き返したパターン、うん、なの で、うん、でそれをすごい9年休んだんで仕事を、うん、そういうこともあって、うん、自分のリタっていうアルバムも結構それによった作品ではあるんだけど、アルバムがね全体的にそういう風になってるんだけれども、今回の歌詞も、うん、そのベイビーガールって言って、その結構自分多分ね、今周りにいる人で誰か、まあ、もしくは自分がちょっとうつ病だとか増えたと思うのね、うん、10年前なんかと比べてすっごく増えたと思う。で結構当たり前になってきたの、うん、いや 何飲んでる、私パキシルとかそういうこと平気で言うようになってきちゃって、でそうするとだんだんそこに自分のアイデンティティ求めちゃうでしょ、うん、でそうすると本当に治んないので、うん、そこにいていいんだってことになっちゃう。だから病院の、私は集団療法とかも一切やんなかったの、うん、もうやっぱりね、その中に私は絶対に治したいと思ったの、うん、治したかったの、うん、だって辛いから、うん、辛いから絶対治したいって、うん、そうしないとあとは死ぬしか考えが浮かばないので、うん、もうでそこまで私までひどいのはそうあんまりないので、うん、今のその増えちゃったのはもうちょっとその
軽い感じなんで、もうちょっとそこのとこの、これは女の子に対して歌ってるけれども、うん、でそれでベビーガールの歌詞に、ベイビーガール、そう、大人になってるけれども、うん、多分すごく増えたのは、うん、お母さんになったけどうつ病になっちゃったとか、うん、あのコミュニケーションが今の人ってできないでしょ、うん、あの新しいところに引っ越すと近くの人とどう会話していいかわからないとか、うん、そういうことで増えてることもあるので、うん、そんなに重い PTSD があるとかじゃなくてもなるので、でそれの内容が歌詞になってる、歌詞になってるんですね、うん、そでももちろんその内容が出てるっていうよりはそのベイビーガールっていうのは、うん、その自分昔の自分にも言っているし、うん、だから途中でミラーズミラーズワールドって出てくるんだけど、その鏡の中の世界にずっとさまよう、うん、ことがしたいわけじゃないんだけど、うん、そこにずっといちゃう、うん、テディベアと居心地のいいベッドと、うん、そこにずっとブランケットの中にいちゃうんだな、そうそうそう、うん、そこを越えていくじゃなくてね、アリスの世界みたいにずっと自分のそのウサギを追いかけるみたいな、うん、でそこに原因追求してしまうと、うん、その中から絶対出られないので、うん、誰かが目覚めさせるか、うん、そうでしょ、アリスも誰かお姉さんかなんかが起きなさいっつってやっと現実に戻るみたいに、うん、でそこに居心地の良さを感じるかもしれないけど、うん、立ち上がろうよっていうような、うん、もうそこからベンサーめっちゃ濃い歌詞やん、濃いですね、いやでもそんな濃い歌詞の内容の、でもなんかこういうことってその別にね、あのうつとかうつじゃないとか別にしてもちょっと失恋しちゃって、ね、なんか誰しもなんかそういうちょっとあるから、だからそんなに重くも、あの私の前自分作ったものよりは軽くして、あのこう歌詞読んだ時にそんなにそこまでのことを想像させないような、奥にはそういうことがあるんだけど、ね、それを超えていこうよっていうメッセージの曲、そこから出ないといけないよって、でそれはいろんなことが言えて、例えばずっとテレビしか信じてなかったり、そういったこともやっぱり今もう311以降出なければならない、そこから自分で物事を考えなければならない、立ち上がらなければいけない、目覚めなければいけないなどなど、あの多分みんな実感してると思うんですよ、そういったことも含めて考えた歌詞ですね、なるほどね、そういうことで、でも結構可愛いんですよ、その曲を作ったフェンサーとしてはそれは、いやでもなんかその曲としてこれだけ聞くとなんかもう曲もすごい深いのかなとか思いきや、結構爽やかなサウンド、爽やかな全然の気持ちいい感じやった、そうそう、波を感じてみたいな、いや英語やったし基本英語そんな歌詞が英語なんでそこまでは聞き取れないだろうから、歌詞はまあそうやってまたブログにアップしたり、うんうんうん、私しますんで、うんうん、まあ、あのそれは個人個人があの感じ取るのっていうのは、その音楽ついてっていうのは音楽の歌詞についてもそうなんだけども、この人がこう言ったからこうだってことじゃなくって、自分で好きなように自分の人生に重ね合わせることが本当の歌詞の意味なので、深いっていうかね、さっき来ました、トマト、フラクシー、はい、どちらで今、串田さん喋ろうかちょっと待って、あんた誰だがとりあえず、はい、なんかいるんだけど、この人せっかくあるで、ね、はい、あなたは誰ですか、僕、はい、あの隣の陣田と申します、うん、どうぞよろしくお願いします、今ね、あの画面半分、半分しか映ってないからね、隣の陣田、はいはい、隣の陣田と言います、よろしくお願いします、何者なんだ君、僕はね、あの DJ フェンサーさんの、あの隣に昔住んでたんですよ、ね、本当に隣の人だな、そうほんでなんかたまたまボンゴとか太鼓とかあの趣味で叩いてて、ほんでなんかイベント、あのフェンサーさんのイベントとかにこう太鼓持って遊びに行こうってなって遊びに行って、でなんか毎回楽しくさせてもらってて、ちょっと調子乗ってきたって、こうなんかこう楽しいな、そろそろあのフライヤーに名前載せてくれないですかねとかあのやった時にこうフェンサーさんが名前ないのって言って、いや名前ないと、僕あの本名ジンタって言いますけど名前はないんですよって言って、じゃあまあ隣のジンタでいいかみたいな感じになって、そっから隣のジンタでやってます、いいね、よろしくお願いします、そういうことですね、隣のジンタ今日はねゲストで、お店の感じにも合ってます、合ってるね、いやマジか、いや本当美味しい焼き鳥、もうお腹減ってて、はいどうぞ、あ、食べろ、いやジンタねえ、やだ最後肉汁が最高した、大丈夫大丈夫あ、もうね、トマトと、はいどうぞ、
みんなかなりこぼれて、ね、そういうね、なんかさっきも聞いたけど、ちょっと気がしまったけど、すごいこう気持ちくなれるから、もう、うん、サンラジーにやったり、そうですね、前回サンラジーもね遊びに行きますよ、サンラジー、あのほら、私がずっと禁酒してて、あの私にカルピスソーダを飲ませた男ですよ。いや解禁なせた、解禁にした男、まさか禁酒してるとか思わず、カルピスソーダ、私ね、あれカルピスのジュースだと思ったでしょ、で途中まで分かんないで、で小町ちゃんに、エリさん、お酒飲めるんですかって言われて、酒ってそんじゃ、とりあえずその、まあ、僕のね、フリーダムサンセットのお客さんとしては、まあ、フェンサーというのは今回初参加ということもあるし、はい、でちょっと一回じゃね、フェンサーの曲を、ね、あの聞いてもらいたい。で、フェンサーこの、なんだっけ、シンゴ2ってやったやつが今、まあ、今一番代表曲になってます、うん、あのね、メジャー、ね、メジャーとか一番わかりやすいんで、はい、その曲、ちょっとどんな曲なのかちょっとあの説明してくれる。そうですね、まあそれは2002年に、まあ、リリースは2006年なんですけど、2002年に一番最初に作った曲 で、まあ、相方がスーニーっていう相方がいるんですけど、まあ、彼と一緒に初めて作った曲がそのしおりの原曲となる、まあ、トラックなんですけど、たまたまその信号2から連絡があって、っていうか君の曲聴かせてくんないみたいな感じ で、まあ、その時にちょうどできてた曲が、まあ、しおり そのトラックで、それを、まあ、彼に送ったら、まあ、乗せて帰ってきたのがそのしおりっていう。なるほど。じゃあその、信号2と一緒にやったしおり、しおりです、ね、という曲をじゃあちょっと聴いてもらいましょう。初めてでも懐かしいのはなぜ暖かく迎えれる今日の風、私はよそから来たもの、でも時を越えて帰ってきた頃、こっちですれ違う人たちが背負うもの、笑顔と会釈で分かち合うことができるなら、遠路はるばる春夏秋冬とその節々に足取りは軽々、靴に朝露瑠璃色の夜明けにサプされて、はっと昔の自分に戻されて、下り坂の三つ股に立たされて、外に踏み出す一歩がいつもと違う感触が楽しく思えるなら気の向きのまま、肩掛けで気の身、窓際の自由席、ひたむきに走る線路の横に映る生きた子戦士みたいに跳ねる電線と竹に抱き揺れる電信柱、の気も高く上がる遠ざかる都会が、とても心よく時計を外せば気も緩む映像みたいに枠があるから、動く景色には音がよく似合う、いつの間に橋の下は小島の集まり、湾の広さと波の緩やかさを皆静かに噛み締め、目を閉じて重ねている、空と海、空と海、厳しさと美しさが合わさる場所に刺激を受けて残す踏み、追い風参照、飛行式に記憶する、旅に木の紙飛行機、晴れた気分は空飛ぶ放棄、君がこねた音を聞きながら迫力も泳ぐ、青の無限に飛びが鳴きながら円を描く、きっと見渡せるだろう、あの俺の向こう、屋根が天秤を見たく見えるだろう、船も水平線に沈むだろう、君は何をしてるだろう、おそらく恋すがしくしてるんだろう、宝石よりも価値のある手作りの贈り物受け取ったよ、そう敵よりも詰め込んだ気持ちが伝わればそれで十分だから、中でも逆らわずに自然の意の向くままに、赴くままに、玉色の半妙に誘われて、神妙なお散歩に出かければまばゆい月光で入る深緑、虫の音色に合わせてうなる地響きにも似た夜の振動、あ爽快な孤独、電波よりもずっと強い思い、雲に遮られても抜けて届く、部屋に帰ってきてふと思い出す、絵本みたいに飛び出す、一度開いた地図を綺麗に畳むのが難しいのには訳がある、
れ。一度行った土地に思いを馳せればいつか戻れるのにも訳があり、胸の内に曇る記憶の色に手の中に残った旅のしおり。はい、私で、はい、ということでですね、フェンさんの曲聴いてもらいましたけども、まあ今回ねやっぱりそういうつながりの中で、まあフェンさんの曲で小松ちゃんがやったり、それから、まあ、エリさんがやったり、うん、自然にこうねなんかみんなで湘南の音、うんうん、新しい多分音だと思うよね、そういう関係ができてきて。その中で新しい曲音がここからできてくるっていうのはすごい嬉しいことで、その中で小松ちゃんっていうのは僕の中では意外な展開ではあったんだけども、やっぱり聴いてるやっぱり表現してることとかすごいやっぱりコアなもので、でそこにやっぱ共感してぜひ出てもらいたいなと思って。彼女はまたいいのはそのすごく歌がいいの、ラップもできて、うん、結構珍しいかも、ね、日本では珍しい、ラップもできて、歌も歌えるパターンって、うん、なかなかなくて、うん、彼女はそれがしっかりできるタイプで、うん、すんごくねちょっと聞かせてもらったけどすんごくよくって、うん、かっこよかったですね。そんなんでじゃあそのジャジースポットやった曲だけか、それをじゃあちょっと小町っていうのは僕らの中では新しいアーティストなんだけれども、ちょっと聞いてもらいましょう、小町の曲をじゃあぜひ聞いてください。クロマニオンってやつですね。その日本酒も届いたとこです。はい、ない今月だ。大丈夫。入れ方が全然ダメじゃん。なんで俺が言ってんだよ。柴さん、社長お願いします。はい、じゃあ乾杯。いやいや、なんか来週。来週。サンセットラウンジ。サンセットラウンジ。皆さんのね、このスピリッツが届きますように。届きますように。乾杯。乾杯！乾杯！ね、お天気も晴れて。まあ、はい。ということでね、ですね、飲んでおりますが。いやいや、おっさんになっちゃうよ、私なんか本当ね。おっさん状態に。いや。最高っす。っていう感じですね。あとなんか TL をちょっとじゃあちょっと。ちょっと飲みましょう。チェックをしてね。つくね、美味しそうって。ああ。美味しいよ、ゆみさん遊び来て、ここ。ね。チクニン。ね。すいません、ガンマさんガンマね、ガンマ見てんだ。ガンマさん、ガンマはね、そのね、常連で、私めっちゃヘビスボね、ガンマくんはね毎回ね来てる、本当にフリさんのね本当コアなファンで、なんか彼もサックス吹いたりして、フリさんってさ、この間サンセットラウンジでさ、うん、すごいおひげもじゃもじゃの、ああ、いた、あれね、もともとね、スタッフだな、あいつ、そう、花さんに来ました、うんうん、そう、すんごく縁になる人がいましてですね、で、彼は、なんかね、ケミカルアレルギーでそう、それっぽい感じで、タバコがね、ダメなんだよ、そう
タバコ吸ってるところでは一切あの行けないの、クラブに一切行けなくって、フリさんだけがあのすごく自分が自由に踊れる場所だって言っていつも来てくれるの。かなりすごい最初から自由でしたね、うん、そういうさ、やっぱり何かをここにこう掴みながらこう本当楽しんでないんだよね。一瞬見ると、ね、あ大丈夫かこれ、危ねえなと思うんだけ けどそう、あいつは楽しんでんだよね。でもなんか楽しそうだ、でもなんか同じ匂いがした。もうなんかあの僕もこういうタイプやから踊ったらキーズ、俺目つぶって踊ったらキーズが横でこんな人だったああみたいな、あのそうね、そうなんかインドの修行僧的な人でしょ。そうそうそう、修行僧的な人がいい場所やと思う、ねえ、うん、あそこの場所が、ね、それぞれがさ楽しめるじゃん。子供連れはね、子供は子供で楽しめるし、あれですよ、ちょうどさその時ペンサー君とかさ、ごまちゃんがいて、ね、なんだっけな、多分あの黒い米で作ったあの徳島ね、うん、うん、あの鬼、うん、なんか海苔巻きみたいな紫色のさ、うんうん、やばいやばい、美味しそう、二人でさこれエリさんさ今さマイク持ってさ、それ何ですかっていうことはやらないのって言ってあとあのファッションチェックとかやらないの、今日のあなたのファッションチェックとかやらないんですかとか言ってね。それファッションチェックはするの、で絶対言うよね。ああ言う、俺でも今回はあの T シャツは着ないで俺やろうと思うわ。え、なんでフリーダムサンセットとサンセットラウンジ何を着るんすか。いや、だからアーティストだから。アーティストって超男性とかもするんすか。裸に、裸に超男性それはさ、あの目覚ましテレビだからそれやんないけどあのやっぱり、アーティストとた、いやさ、エリさんすごい言ってたじゃん、やっぱアーティストとしてさ、うん、ステージ立つ上だからさ、衣装もさ、そうなるじゃん、うん、さあ、やっぱフリさんの T シャツスタッフなのよ俺。そうっすね、スタッフとして、ね、立てないんだよやっぱもう。ちょっとでも今回は違いますもんね、そうアーティストの仕事してトランペッターの、うん、だからやっぱ僕がエリさんとかジョイさんを招く以上は僕はやっぱりアーティストの人が立つそうと思って、うん、ジョイさんもね自分のイメージをちゃんとしっかり持ったタイプなんで、ほら私この間テクマさんって、うん、あテクマさん、テクマさん今日見てないと思うけど、テクマさんなんだか不思議な面白い人がいてですね私のブログ読んでください。ねえ彼のバックコーラスをこの辺でコーディングして、すっごい挑発的な声ですね、アメアミな。あ、私、はい、あかなり。あれももらったの？いや、あれはね、109の地下で買いました。てか109多くないですか？いや、あのこれは横浜の、390円ショップって言って、390円なんですよ、これ。かわいい。これも390円だし、あのなんでここにさ、あの安全ピンがついてるあのこれ最初からついてたんで、ね、ちょっと待ってちょっと待って俺わかんねえじゃん番組でこうちょっと待って今さ寄ったけどさあのちょっと待ってください、ここにさ、この胸元にまとめましょう。390円ショップって横浜にあるんですけど、福岡でも見たことあるんですけど、サンキューショップって言って全部390円で古着とか売ってんの、ジーパンとかも買えるとこがあって、いや分かんないけどで、それこれ古着なもんだからあのずっと安全ピンがついてるんですね。で別に意味ないです、取りゃいいんだけど忘れちゃったのすごいさ気になってたじゃん、ね、なんかね、なんかね、ね、意味はないのって、意味はない別にこれでパンクを意識してるわけではございません、ね、そこで一点主張してるんじゃないよ、ね、ないですね。ただ最初からついて取るの忘れちゃったみたいな、いや取ろう取ろうと思ってね、ついつい忘れちゃうんですね。パンツ履くのを忘れるみたいなそこ忘れちゃうんですね。ちょっとついついついたね、ついた、ね、ついた、アーティスト知った、そこ、ソラクゲンマチャンネル、あ、でも来てるよ、ジンタ自己紹介って、ジンタ自己紹介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 、大阪から来ました、しおりなう、パパさんが焼き鳥行った、しおりなう来ました、この人なんていうの、あ、でも今日ドミューンとなんかこう、そう、ドミューンができたり、ね、ドミューン、何やったんだっけ、今日、誰、ゲボさん、いや、あの、大阪の、あのゲボさんっていう、とあとダブステップのダブステップのタトルさんっていう人が今日出てるから、ちょっと関西なんですよ今日、今日関西なんですよ、ドミューンも関西やし、ね、フリードミューンもなくなっちゃったし、うん、もう今年の夏の最後締め、そうフリードミューンあの嵐でなくなっちゃったの。何嵐って？台風来た。アイドルじゃなくて。嵐。あごめん。そういうの。それはこの間なんかそういうの見ました見ました。あそれでそれがなくなったんで、まあ言ってみればもうね夏の最後はもうサンラジで。サンラジ。会いたい。ね。
ね、いや嵐巻き起こしましょうよ。嵐巻き起こしましょうよ。嵐じゃなくて嵐来たら困るやんか。ハッピーな、ね、ハッピーな嵐を巻き起こしましょうよ。今ってかなりフォローだよ。嵐来たらできないんだからそれ。まあ隣の神社も客として来ますから、ね、4,000円払ってきますから、ね、こんだけ出張ってるのに出る場合もないから、ね、そうか4,000円払ってきますね。4,000円払ってぜひ皆さん一緒に来てください。隣の神社まだ予約入ってないから予約入ってない、皆さん来てください。予約入って4,000円並びますから、あの江ノ島の、いやいや並ぶのあのね、ちゃんと予約をね、まだやってますから皆さん予約をちゃんとね来てください。予約を取って来てもらいたいですね。前売りだったらそうそう、だから前売りで買った方が絶対いいから、ねね、であとね、あのほらさっき言ったお弁当の話で、ほら自分でお弁当作ってきた方がいいかもしれない、うん、なんかその方がなんか、うん、なんかさ多分友達とか家族とかで来られる方多いと思うんで、うん、あの自分でお弁当作って、いやピクニックでいいのよ。ピクニック、そうピクニックな人もいれば、うん、踊りたい人もいれば、うん、音楽聴きたい人もいれば、うん、そういうのがいっぱいあるのが、そうね、僕ね、あのね一つだけここで言いたいのは、はいはいはい、あのね、堀さんはね、奉納です。おあそこは弁天様、見たことある、あそこの弁天様、裸弁天って言って、裸で、あの、琵琶弾いてる。僕、この間もうマジ俺じゃん。でもそうだよ、ね、裸にはなんなくていいんだよね。なんないですよね。でもね、なんか、先々週、その、僕とその小松ちゃんが出会った場所だから、はい、その出させてもらえるっていうのはやっぱその弁天さんのおかげだから、手を合わせに行きましょうってことで、うん、小松ちゃんと雨の中あの手を合わせに行きました。この9月よろしくお願いしますみたいな。いやでもただもうベローンも出てて、誰が小松ちゃんが、いや違うんですもう小松ちゃんが、やろうかな、いややろうかなって小松ちゃんも言ってたんですけど、ね、確かにおっぱい大きいから ね言ってたんですけど、あの弁天さんを見たらあの下まで抜いてた弁天さんは、弁天さんは、ね、だからそこまでできないって困っちゃう。当たり前だし、そういうの一応そこまでしないでいい、一応犯罪、犯罪になっちゃうんだよね。だからそういう場所だからやっぱり僕は弁天さんに嫌われちゃいかんの。やっぱ芸能の神様だから、うん、そこでやっぱりね、奉納するっていう音楽を純粋にやらないとあそこは受け入れられない場所なのよ、ね、いやでも本当そうっすね、バカ話っていうのはやっぱそこをちゃんとなんかリスだからやっぱそれが分かる人たち一緒にやりたいなって思って、うん、それがやっぱり昔から祭りと音楽って好きものだし、祭りと音楽と酒とね、そこにこういっぱいあって、うんうん、でもそこに向かってみんな頑張って、うん、祭りってそうだったかな、そういった感じでやれたら、ね、本当は一番いいと思いますね、うんうん、本当祭りにしたいの、ね、だから地元のみんなのさ、ね、あの夏の日にさ集まって、うんうん、なんか音楽でね、はいはい、楽しくやって、でそれがやっぱりなんつうのあそこの場所にだからこそできるものなんだなとね、うん、そうね、江ノ島電鉄のね、村上さんとね、名前出してた、もう名指しで話しましたよ、昨日じっくり。いや、わかんないですけど、いや、江ノ島電鉄のね、人、村上さんっていうのは本名ですよ、絶対。いやいや、それはね、あれね、10年前に、本名だよ、それ10年前に、展望台がリニューアルした時に村上さんが僕にね、なんかやってくれと言われて、そっから発展してあそこになったのよ。で、それは、やっぱり僕がそこの責任を持ってね、やってきて、いい音楽はそこで伝えたいと思ってやってきたことが今形になってるということなので、村上さんがあっての僕なんですよ。 あっての堀さん、見てないかもしれないけど、多分見てない、あのパソコン弱いんでね、見てないかもしれないけど、でもそのあの場所をやっぱみんなでね、こうやってこういう気持ちがある人がやってるんだっていうことをみんなに知ってもらってね、でみんな楽しみにしてるわけじゃない、それを続けていくというのが、まあ、僕の、ね、使命なのかなというのは、うん、まあ、プロデューサーとしてのあれですよ ね、ね、まあ、でもそこにやっぱその共感というか、あの賛同して僕らも参加させていただいてるし、でお客さんも参加者なので、そうもっと、うんうん、 そうっすね、そういう気持ち、うん、あのでまあ、純粋に音楽楽しいっていう風にして楽しんでくれたら、うん、みんなハッピーだし、そうね、場所が場所だけにやっぱ
フェスと比べるのはやっぱ違うし。そうですね。そう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 。もっと弁天さんも地区にあるしね、弁天さんのとこでやってるので、もっとそのお祭りの、でもそういう意味では日本人はその昔はお祭りに慣れてたけど、ちょっと最近そういうことが分からなくなってきたのかな。そうそうそう、なかなかね、お祭りに接する ね, ね、あれがなくなったんで、そのだからやっぱりもっと日本人っていうのはもっとそこの部分はすっごく得意な人種なんで、私たちそれに誇り持っていいと思いますね。音楽についても、海外と比べて日本はみたいなことばっかり言ってないで、もっと昔は日本超パンクだったから、超フリーで超過激だったんですよ。だから本当私たちってすっごく優れた芸術文化を持っている、民のものもみんな均等に持っているものですよ。だからそれをもう一回こう311のことをこう言うとあれだけれども、そういったことで放射能とか原発とかもっと私たちが考えなければいけないことは山のようにあるけれども、その前に精神をもう一回、アイデンティティっていうかな、自分の、軸になるものをきちんと持った方がいいです。じゃないと狂います。だから日本は途中で狂ったと思います、ね、だから狂わないためにも、こうやってお祭りとか、これは確かに私は英語で歌ってるし全然それ違うじゃないのって なるかもしれないけど、でもそういうことで楽しもうっていう気持ちは一緒なので、もっとそういったところも昔の日本人は実はかっこよかったんだぜと、本当もう一回ちょっと勉強するといいです、ね、見つめ直すみたいな、見つめ直して、ね、そういうタイミングですよね。で誰だっけか、小玉教授ってあの放射能のあれですごい怒った方いらっしゃるじゃない、国会で、あの方も言ってたけども、すごくみんながね、ツイッター上でも、こう誰だっけな、ツイッターで有名な人、ツイッターで有名な人津田大輔さんとの対談で、津田さんがこういろんなツイッターの上でやっぱりその小玉さん見て、僕にできることないか、被災地で僕できることないか、私できることないかって、それは小玉さんがいいこと言ってたんだけど、自分の得意なことやんなさいってね、無理して何かやるんじゃなくて、自分が今一番得意とするものをやって、でそれでベスト尽くせばいいと。で自分に得意なものはない人は祭りの神輿担ぐだけだっていいじゃないか、ね、全然それは参加しているんだよって、わかる？これ本当に私その通りだと思ったんですよね。日本人でよくあるのは、よく私は言われない、エリちゃんは好きなことがあっていいわねとかね、ね、そうやって目指すものがあっていいわねとかね、そんなの、それが不得意な人も多くいるんだってことは分かってますから、だからそういった不得意でも腰担いだり、その人誰か上で踊ってくれたりとか太鼓叩ける人がいないと成り立たないので、祭りって。だからそういったことに神輿担いだ、それを協力するっていう気持ちでも全然助け合いなので、そういったことも含めて皆さんちょっと参加して、参加する意識みたいなのを高めましょう。そういったことからもう一回なんだろうな、自分の歴史じゃないけど、自分の中の歴史とか日本の歴史とか世界をもう一回見直して、もし途中でもしこういった震災だとか、ね、災害なんてこのじゃあ2000年ぐらいではいっぱいあったわよ、いっぱいあったけど、音楽じゃあ本当に必要なかったらその時になくなるでしょって、俺は中塚君が言ってた、中塚武志君が、私もその通りだと思ってて、いい言葉だなって。それでも音楽は消えなかったのは、今その商業的でどうたらこうたらとか、CD が売れなくなってどうたらこうたらっていっぱいあるけれども、これはなくなったりしないので、そういったこともみんなもう一回ちゃんと考えてでやったら素晴らしい祭りになるんじゃないかなと思います。いやー、23日じゃん、23日いやね、え、あのね、本当ね、嬉しい、そういうまさにもう全部言ってくれましたよ、はい、そうですね、いやでも全部言った
だけじゃなくて23日に音で僕らはそう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 表現してまだ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 言うよ私みたいな、まだ 3% ぐらいですからまだ言うよ私は私またサンセットラウンジで喋ったらいけないので1曲しか1曲だから2曲好きがするかしないから歌ってくれたらもうね頑張ります。よろしくお願いしますね皆さん、ね、本当でもねそういう人たちが集まってくれて、しかもこうやってねあの、くげ沼チャンネルの皆さん本当今日はどうもありがとうございました。あのね今日のねあの内容はすごい 濃いしあのみんなに聞いてもらいたい、このメッセージを、まあ、民放では無理でしたこれ、ねうん、伝えるメディアであるっていうのがユーストリームの良さであり、うん、でそこにやっぱりちゃんと話してくれるエリさんとか、うん、それをね曲を作るフェンサーとか、まあ隣のね隣のトトロとか隣のトトロとかジンタがいたりとかね、今あのフレームからはみ出してるんだけどね、まあまあそれはいいんだけどね、そういう中でやっぱりあの場所でね伝えられることが本当にね心から嬉しいです、はい、そうですね、やめることもいつも考えるんだけど、はいはい、いつもやめたいと思うよ、うん、めんどくさいんですよ、うん、本当にあの場所でやるっていうのは、うん、なんだけどやっぱこういう気持ちのある人が一緒にやれるっていうことがどんなにありがたいことか、うん、今は多分音楽で伝える、何を伝えるの、何ができるの、うん、できることをやればいいじゃんっていうことの中で、あの場所でそれが実現できるんだったら僕はやっぱ続けていきたいと思うんで、あのそれをね理解してくれる人たちが一緒にあのやれるってことが僕の中ではすごいありがたいことで、10年続けた結果がそこにある。そこでエリさんとか参加者の方もみんな、あの参加者っていうかお客さんとして来られる方もみんなそういったことになんていうのかな、実はこう片足突っ込んでるじゃないけど仲間みたいなものなんですよっていうことをあのちゃんと分かってる人多かったと思うので、そうだね、うんうん、あのフリーダムサンセット私がライブやった時に、うん、まあ、感じたことが一番最初に感じたことはそのお客さんがすごくその楽しみ方分かってる方が多かった、うん、ね、でもね僕はやっぱね、それもでも柴さんがすごくそういった地盤を作り上げてきたんだなって感じるし、でもやっぱそこでやっぱり自分も揺らぐじゃん、ね、いろんなことあるよそれ、だけどそこで揺らいだ中でやっぱりフェンサーとかエリさんとかそういう人たちがやっぱりサポートしてくれてその場所を作れることがすごいありがたいので、そういう気持ちが多分あの次 の, あのサンセットラウンジには絶対出ると思うので、はい、それをあの間違いないし、でみんな楽しみにしてるし、ね、リアルタイム配信は やるんでしたっけ、ね、あのフゲ沼チャンネルの皆さんも本当にねあのグイーンと上がってきましたね、ね、これをね、本当伝えるメディアがあるっていうことはすごいありがたいことで、ありがたいですね、これアーカイブとしてね見てほしいですみんなに。そうですね、うん、これこういう気持ちでやってるっていうのをそれを伝えてくれるグヌマチャンネルの皆さんのスタッフ、ここ今4名さんいらっしゃいますけれども、この人たちおかげでねやっぱ伝えられるっていうのがすごい本当ありがたいし、ね、それで来年まで頑張ってさ、ね、DJ 呼ぼうよ、呼ぼうよね、ヤマーそう、ピースジョイン、私ピースジョイントとほぼメンバーだから、最初からいるから、だからちょっと沖縄行っちゃったそうね、そうだね、沖縄でっていうね、なんかのいい流れもあるので、そういうことで今どれぐらいですか、もう1時間半超えてますか、あ、そろそろ僕もね帰れなくなるね、茅ヶ崎だから ねあの、あのやばい、私チャリコじゃん、マスターのもう飲みましょうよ、しげさん、しげさん、しげさん、本当どうもありがとう、本当に、イエーイ、しげさん、そう、ありがとう、ナンラジ、リスペクト、いただきました、ありがとうございます。本当にね、ここでもできてありがとうございます、本当にね、あの楽しかったです、楽しかったです、ええ、本当にありがとうございます、私も PJ に連れられてきて、ねえ、の同じ先で
ラーって喋ってたんですけど、あの相変わらずですけどおっさんですから、でなんかあの初めて来て、いやすごい単純延長して帰ってきたんで、よかったです、そのつながりでまたここまでね、この場所でできてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ヤマン、あのレゲエ焼き鳥屋さん、及川さん、及川あの茅ヶ崎にあるんで、茅ヶ崎に来た時には、うん、ぜひチェックしていただいて、だって BJ わざわざ来ようみたいな、ね、やってるからってみんな心配になれながらここたどり着いたんだから、まだ BJ はまだ焼き鳥2回とも2回して食べてる、ラスタカラーだっていうだけで気に入ったみたいな、もう適当だけどいいんですよ。でもね、ビジョインだ、あのうん、あ、幼馴染さんが、あ、なるほど、じゃあ及川さんで PJ を呼んだんですね。あ、そういうことか。はいはい。あ、はい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 、ナンジャマンさんいたし、うん、ガンジャマンの、いや、ナンジャマンガンジャマンってそんなヤバい名前つけていいのかなみたいな、いや、大丈夫、うん、いや、ガンジャマン、あの、だって BJ ここに来た時にまるで地獄みたいにして喋ってたから、来る人来るヤマンヤマンって感じで、みんな知り合いなの、あの人どんだけ顔広いの、ちょっと私、湘南に住んでるのに全然知らない人ばっかりが、ね、ということでそろそろ締めに入りますね。どうもヤマンさん、どうもありがとうございました。あのまたあのヤマン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 、ということで、はい、およかわ、およかわ、ということで、ということでですね、9月23日まだ予約あのしてますので、はい、ぜひ遊びに来てください。こういう仲間といい音楽を皆さんにお伝えしますので、それから釘沼チャンネルが、当日生ライブ中継しますので、ぜひともあの皆さん見てください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。乾杯。